おはようございます。速稼塾の久保です。昨日はですね、115円の750でバイでブレイクポイントを立てたんですけども、うまいこといかないもんですね。昨日のだからブレイクポイントはだいたいね750なんで、このあたりです。超えたと思ったらギリギリで反転してロスカットを食らいながら、なんとセルの方向に落ちていきましたということなんですよ。なんか懐かしいと言いますかね、エントリーした瞬間逆方向に触れるみたいなね、なんか後ろで誰か見て意地悪してんじゃないかみたいな、そんな FX 始めたてのような印象をなんか思い出しましたね。まあこれってのは、今回の状況ってのはね、大筋ではバイの方向で、まあいいんだろうなと思いますし、ブレイクポイントも間違えてなかったと思うんですよ。しかしですよ、急落するということです。これはどういうことかっていうことですけども、まあ4割は負けるってことなんで、私の投資方法はこれでもまあいいわけなんですよ。でこっからどうするってことなんですが、まず一つはロスカットラインを設けてエントリーしてますんで、被害はそんなに多くないんですよね。と同時に、ダメだった場合はこのぐらいの損失はあるよねっていう覚悟の上でのエントリーですから、全く問題ないです。そればかりか値段が落ちてきたんで、じゃあこっから改めてバイを立てようかなっていう風な、後追い戦略がねまたできるわけなんですよね。で今回私が後追い戦略を立てるときにエントリーポイントとして設定したいのは、まず一つ目はどこだと思います？まず一つ目はね、ここなんですよね。大きなひげを出しているところですけども、このポイントですね。だから115の500ぐらいでいっときましょうか。これがまず一つ目、ここを超えたら倍で入るかなっていう準備をしておきます。もう一個なんですけども、もう一個はね、どこだと思います？まあいろいろ考えられるんですけども、まあ、そうですね、600ですね。ヒゲがこう戻ってきたところと、ここね、ヒゲで下を支えているところとが、だいたい噛み合ったところ。その切り板、115の600。この2つでバイのブレイクポイントを再度立てていこうと思いますね。まあそんなとこじゃないかなと思います。まあ今日はそれだけなんですけどもね、だから再度バイでエントリーだよってことです。さあそしてダブルトップ問題があります。こっからはちょっと中級編の話になってきますけども、こちらの高値とこちらの高値二つ合わせてだいたい115円の765。まあ昨日私がバイポイントだよって言ったところ、おおむねそのあたりで、下がっちゃいましたんでね。ここを超えて上がっていけばよかったんですけども、下がっちゃいましたんで、ダブルボトムができちゃいました、これで。一つ目のボトムがここ。二つ目のボトムがここ。ということは、これがズバーンと急落する恐れもありますからね。じゃあそうなった時に、セルの方向に、追っかけていくところのポイントはどこかっていうと、これはね、力点はまあいくつか見つかるんですけども、一つはここです。この力点115の270を割ったらセルでエントリー、まあこの1個にしときましょうか。115の270、これはセルですね。という形でね、今回は3つのブレイクポイントを作りました。これをもとに金曜日挑んでいきましょうか。ただ材料が入りますんで、金曜日はすごく荒れると思います。ですんで私なら資金は入れませんね。エントリーするにしても、普段の10分の1ぐらいの 0.1 ロットとか、まあそういう風にして、まだファンダメンタルも継続してますから十分ね。だから我慢ですよ今日までは、はい、ということで今週以上です。我慢の1週間ありがとうございます。